羊コーヒー。 I love。 はい、羊コーヒーの森です。本日はリツカルトンからちょっと休日を過ごしに来ました。で、まあ、今日は息抜き会っていうところで旅先でも一本動画を撮ろうっていうところでスタートしました。で、今日の内容はですね、このリツカルトンのお水でコーヒーを入れるっていうことをやってみたいと思います。どうしてですねこれで一本撮ろうかって思ったかっていうと、ここのですね後ろにですね、まあ、ナチュラルミネラルウォーターって書いてあるんですよ。で、いろんなお水こう売ってると思うんですけれども、このナチュラルミネラルウォーターって書いてあるお水って結構たくさんあると思うんですけど、これ新井戸水って言って、まあ、浅いものと深いものとあるんですけれども、このナチュラルミネラルウォーターって言われているものに関しては新井戸水だったりするんですよ。でこの新井戸水っていうのは地盤の硬い地盤の下の水なんですよ。なので、まあ、8メートルぐらいのところから汲み上げてるものって浅い方に入るんですけれども、それよりも下の30メートル以内みたいな定義があるみたいで、そのお水を新井戸水って言ったりします。このミネラルウォーターっていうのが結構またですね、コーヒーにとってプラスに働いたりマイナスに働いたりっていうところがあって、基本的にミネラル鉄分ですねとコーヒーってあまり相性が良くなかったりするんですよ。なのでどんなに高級なお水でもそれでコーヒーを入れてしまうと美味しくなかったりとか、そんなことが起こります。なので水道水を浄水したりして入れるコーヒーっていうのが、まあ、とても安定して美味しいコーヒーが入りやすいんですけれども、たまに当たりがあるんですよね。なのでこのリッツカールトンの、お水を使ってコーヒーを入れてみたいかなと思いました。これがですねお水です。これ常備されてる普通のグラスなんですけど、まあ普通のっていうか、まあ、6グラスだと思うんですけど、ウイスキー用の。もうこの時点で高級感がすごいという。ちょっと飲んでみたいと思います。まあ匂いは、まあでも日本の、まあ、採水地が静岡県の焼津市って書いてあるので、まあ軟水ですごく飲みやすいかなと思います。まあ硬度とか pH とか書いてないので、こう表示はないんですよ。なので、まあ、ちょっとそのあたり今日測定器持ってないのでわからないんですけれども、まあ、飲んだ感じすごく軟水で飲みやすい感じかなとは思います。で実際これをですね沸かしてコーヒーにしてみたいと思います。はい、それではコーヒーを、引いてみたいと思います。で今日持ってきたものが浅入りから深入りまで持ってきたんですけれども、まあ、エメラルドマウンテン、エチオピアのシャキッソモカですね、と、クラシックモカのイエメンアールマッカ、これは極深入りの方を持ってきました。あとウガンダのホワイトナイルとタンザニアのウルルですね。まあ、このミネラルの成分がこうよりこう反応してポジティブに働くかネガティブに働くかっていうのはこの浅入りの方が見れるかなと思うので、今日はウガンダのホワイトナイルですね。焙煎度でいくとうちで、まあ、3番シャープですね。まあ結構浅入りなのでこちらでやってみたいかなと思います。じゃあ引いてみたいと思います。いつもはですね豆で持ち込んだりとかこのミル持ち込んだりってまあしないんですけど、今日はですねちょっと持ち込んでみました。いろいろ器具を、ちっちゃい器具を。でこれがですね 22g 入ってます。ああいいですね。いつもはここでドリップパックとかで入れるんですけど、持ってくるとしてもドリップパックで、基本的には持ってこずにホテルにあるコーヒー飲んだりとかっていうのがまあ基本なんですけど、なんか今日はちょっと持ってきたいなと思ってちょっと持ってきてみました。なんかこうホテルでこうやって引いたりとかしてコーヒー飲むっていうのは実は初めてぐらいの経験で、ホテルにこだわり持ち込まないんですよ。なんですけどなんか今日はなんとなくやってみたいと思って、まあいい香りですね。豆がですねやっぱアサリでちょっと固めなのでちょっと重いですね。 22g でまあちょっと多いので、まあ2杯分は取れるかなと思います。はい、といったわけで引き終わりました。うん、めちゃくちゃいい香りですね。ちょっと抽出してみたいと思います。
はい、それで入れていきます。これだけちょっとお借りしてもう温めてあります。はい、今日はですね、まあ、なんとなくなんですけど V60 を持ってきてみました。特に強い意味合いはないんですけれども、はい、まあ、約300くらい落とせればいいかなと思います。で、雪輪のちっちゃいサイズですね、可愛いやつで、ここにスキッターがついてます。今日は蒸らし入れていきます。はい、でちょっと蒸らしますね。どうですかね、まあうん、まあ別に香りとかね、そこに、まあ、出る時もあるんですよね。でも実は香水とかで入れると香りがちょっともう変わってたりとか、とにかくミネラルがですね、意外とですねコーヒーと相性悪いので、そこがどう出るか、じゃあ注いでいってみましょうか。いきます。スキッターの効果でこの細かいこのポタポタっていうのができるので、まあ、今日はその水質とその酸味にどう影響するかっていうところを知りたい回なので、まあちょっと濃いめ抽出でゆっくりといきたいと思います。なんかですね、このウガンダちょっとなんか緑茶みたいなニュアンスがあって、すごいですね、なんか独特のコクがあるというか、まあ、紅茶とか緑茶とか、なんかそのお茶の旨味っていうんですかね、みたいなニュアンスがすごく強くて甘い香りがしますね。でまた今日はライティングが素晴らしいですね。このライティングはもうリッツカールトンさんの力ですね。22だからまあ 300cc ぐらいは落としたいかな。もうちょっとまあ濃くてもいいですかね。はい、うん、こんなもんですね。うわ、すごい綺麗な液体ができた。はい、完成しました。じゃあちょっと冷めないように閉めて飲んでみたいと思います。はい、入れ終わりました。これが部屋に備え付けのカップなんですけども、これがおしゃれですよね。すごくいい感じですね。で、これ急須、ここは真鍮でできてるのがいいですね。もうこれ欲しいですもんね、なんならちょっと、あーこの感じめちゃくちゃ幸せですね。これいいですね。ちょっとなんかもう今これいいなのモードに入っちゃいましたね。じゃあ飲んでみたいと思います。やっぱ色はですね、濁ることなくすごくクリアな色になったと思います。で上にですね、まあ、ちょっと浮くんですよね。実はミネラルと結合してクリームダウンとかっていう現象とかも、まあ、金属イオンとの反応だったりとかすると、まあ、濁ったりだとか上にこう結晶みたいなものが浮いたりだとかするんですけれども、ちょっと浮いてる感じはあるんですけど、ちょっと飲んでみたいと思います。あー、やはりですね、水道水で入れた時とは違う味がしますね。その酸味のそのなんて言うんでしょう、この綺麗さっていうか、ホワイトナイルって結構その丸い酸味とこうシュッとした酸味が混同するような、なんかこう不思議な酸味だったんですけれども、ね、ちょっとウガンダなのでなんかロブスターっぽいような雰囲気もあったりとかするんですよ。ちょっとこうポップコーンみたいな香りがするっていうか、でそこにフルーティーが乗ってるので、結構変わったコーヒーで、すごく面白いコーヒーだなっていう感じなんですけど、その金属用のせいかちょっとだけ酸味の質がですね、グレープフルーツっぽくなるっていうか、こうシュッとクリアな酸味だったこうレモンとかライムっぽい感じがちょっとだけこうグレープフルーツのこうジュッとした酸味に寄っていくっていうか、まあ、そんな感じがありますね。ただ全然まずくはないです。そのグレープフルーツっていう表現ができるぐらいの場所なので、まずくはないですね。で香りも、うん、損なわれてる感じはないですし、うん、コーヒーとしての甘さとか、まあ、そういうものは全然問題ないのかなと思います。あ、今ですねちょっと気づいたんですけれども、こうお話ししてる間ですねにクリームダウンが起こってますね。
まあ、最初入れて注いだ時ってそこ見えてたんですけれど、今こう褐色になっていてそこが見えなくなっています。まあ、ちょっとカメラで分かりにくいと思うんですけれども、褐色になってますね。やはりですね、このミネラルウォーターとか、ね、そういうものミネラルの成分ですね、この金属イオンがタンニンとかそういうポリフェノールみたいなものと結合して錯体っていうのを作って濁らせる、まあ、紅茶とかそういうものカテキンが多いものとかって、クリームダウンで起こったりするんですけれども、やはりこう金属が多くて、まあ、こうタンニンとか、ポリフェノールみたいなのが多い状況下だと、まあ、何かしら反応が起こってクリームダウンが起こる。なのでやっぱりですね、このミネラルウォーターとかそのお水をですね使う時っていうのは、すごくそこの水選びっていうのは大事なのかなと思います。ちょっとこの段階で一回飲んでみたいと思います。ああ、もう香りもちょっと違いますね。うん、あ、非常に味が悪くなってますね。酸味の質がどっちかってこう鉄っぽい、錆っぽいっていうか、そういう風にグッと寄ってて、で香りもですね悪いし、後味もすごく悪いような状態になってますね。入れたてで飲むんだったらいいですけど、ま、本当にもう短い時間でここまでこうコーヒーが形状変化を起こしてしまうってなると、ちょっと酸味の強いコーヒー、ま、特に、ま、今日はあえて選んでますけど、そういうコーヒーを入れるときはちょっとミネラルウォーター向かないのかなとはちょっと思いますね。まあ、お水選びのぜひ参考にしてもらえればと思います。森の水だよりとか、その南アルプスの天然水とか、あのあたりはすごくですね、硬度もすごく低くて飲みやすい感じになるんですよね。まあ、それに比べると、まあ、ミネラルウォーターって、まあ、鉄分とか、まあ、そういうところに多分特化したりも、まあ、する可能性があるので、そうすると、まあ、少しコーヒーとの相性としては、まあ、そこまで特筆するところはないのかなと思います。まあ、でも今回の企画はそのリッツカルトのお水でコーヒーを入れてみるっていう贅沢企画なので、まあ、これはこれとしてここに来ないと飲めないものなのかなと思いました。まあ、焼津市行って組めはいいじゃねえかみたいな、もうちょっと安く飲めるわいって思えるかもしれないんですけど、まあそういうことではなくて、なんかこの空間でこういう感じで入れて、なんかすごく満足感があったなと思います。はい、といった感じで今日は、リッツカールトン日光からお届けしてみました。またですね、ここでちょっと生計を蓄えて新しい面白い企画できるようにしてまいりますので、今後ともよろしくお願いします。ではこのところで失礼いたします。相変わらずコーヒーは入れてる、oh, oh, yeah, yeah, yeah. And yeah, yeah. 悩み妬みなくならないけど、本日の一杯を望みにして生きてこう。いいこと嫌なことドリップして落ちてくるのは幸せだと信じよう。